はい、チャンネル登録してくれている人もチャンネル登録がまだな人もメハ新誠チャンネルの誠です。いつもはコックコートを着て仙台市太白区富沢のアクロスプラザ富沢西さんの中にあります蔦屋書店さんの裏にあるチーズキッチンというお店でピザを伸ばしたりしているんですけれども、ちょっとこういった時期ということもありましてですね、今はですね、一緒に別に営業しております、チーズケーキ屋の方でですね、チーズケーキの商戦なんかをやっているためですね、こんな感じで T シャツでお届けしております。はい、本日はですね、ゴールデンウィーク前にですね、まあ、限定ではないんですけどね。はい。こんなパソコン、いいパソコンあるよということでですね、レビューしていきたいと思います。ですね、パソコン工房さんのですね、クリエイターズパソコンのですね、2021年の最新モデルですね。はい、こちらの方ですね、設定したりしましたので、レビューしていきたいと思います。ベンチマークもやっていきますんでですね、ぜひ見ていただければと思います。それでは、スタート。はい、今回ですね、娘のね、こういった時期っていうこともありまして、学校なんかでもね、学校の、勉強なんかでも使うということもありまして、パソコン1台ですね、ちょっと新調しなければいけなくなったということもありまして、パソコンの方ですね、パソコン工房さんから、ちょうどね、パソコン工房さんでね、4月の、中旬ぐらいですかね、に、新しいパソコンが出るというふうなことでですね、それだったらね、せっかくだったらモデルチェンジしたものを購入しようかというふうなことでですね、購入いたしました。クリエイターズパソコンというふうにね、呼ばれているものでですね、スペックなんかは詳細こっちの方に出しておきたいと思いますけれども、はい、概略としてはね、概略としては、Core i7 の、第10世代かな、第10世代の Core i7 なんですけれども、ね、グラフィックボードがかなりですね、最新版というふうなことになっております。GeForce の、RTX の方だな、はい、RTX の、3070搭載ですね、かなりね、スペックもいいので、結局スペックがいいっていうことは長く使えるっていうことなので、安くてね、毎年買い替えるみたいなことになるんであれば、いいパソコンを買ってもいいのかなと。ちょっと前までのね、ノートパソコンなんてね、本当にね、半年に1回ぐらい新作が出ててね、2年使えない、1年半ぐらいでもうね、スペック的に厳しくなったりとかしてましたけども、最近の状況を見てみるとですね、そうですね、1回買えば5年は使えるんじゃないかなっていう、最新のやつを買えばですね、5年は使えるんじゃないかなっていうふうに思えるような機種が多くなってきたっていうのもあったので、今回はね、ちょっと奮発したんですけれども、娘のためにね、パソコン必要かなというふうに思ったので、ちょっと買ってみたところでした。いや、久しぶりに、ここに、こんな感じでありますけれども、はい、よいしょ、スペックこんな感じですって。いろいろ見せられない部分もあるのかな、多分。ちょっと見せられない部分、デバイス ID とかね、そういうのもあるんで、ちょっとそこら辺は隠しつつになっちゃうのがちょっとあれですけども、こんな感じの画面になってますよというふうな感じですね。見えますかね、はい、こんな感じに、ちょっと見えないかな、はい、こんな感じに見えないかな、はい、外観ね、こんな感じ、はい、ちょっとかっこいいですよね。飯山さんのモデル使っているんですね、はい、結構一時期からね、ずっと飯山さんのモデルですよね。かなりね、薄型、薄いですよね。これでクリエイターズパソコンって言うんだからなぁって思いますよね。はい、小さい理由としては、
まあ私ね、脱サラしてね、もともとはね、パソコンの SE なんかをやったりとかね、いろんな会社さんのね、パソコン設定したりとかね、そういった風な仕事をしていたので、まあパソコンの設定はね、やっぱ体が覚えてるんでね、パソコンのね、お仕事をしていた時の名残でですね、パパッという感じで設定はさせていただいたんですけれども、まあ見ての通りね、スペック非常に高くなってまして、まあ、これぐらい本当はね第11世代のね CPU もねかなり気にはなったんですけれども、まあこれからの時代ね、やっぱりね GPU がねまあ貧弱だとね何にもできないっていう風になってくる部分もあるので、まあ第10世代でもいいかなと、まあ GPU が非常にねいい感じになっていたのでいいのかな。なんで今後ねこれから買おうとする方はね、今年はねなんかパソコン工房さんはCPU を上げるのではなくて GPU を上げてくる感じで来てたので、まあそこら辺はねまあ好みになってくるかなと思いますけれども、かなりね安定してねいろんなものちょっとね動かして見てるところでした。あでねベンチマーク、ベンチマークね、ファイナルファンタジーの、14ですね、のベンチマークの方をちょっと行ってみたんですけれども、画面の方ね、スマホに今、写真撮ってたんで、それ見てるところだったんですけれども、まあ、14,669 っていうことでですね、まあ、最大解像度、高解像度、高品質にしてる状態、全部高品質っていう風に持っていってね、設定してもですね、いやーまあ、綺麗に出てましたね、本当に。まあゲームで使うわけじゃないんですけれども、ゲーム専用機というふうに言って使ってもいいんじゃないかなって思えるようなぐらいの綺麗さ出ていました。はい、何動かしても大丈夫っていうふうな感じで、今ねの鳴ってるんですけれども、ちょっとねベンチマークしながらにねちょっとねしてるんでね鳴ってるんですけれどもね、ちょっとまあマイクがここなんで聞こえないと思いますけれども、結構ねファンはねそれなりに回りますね。なんでファンをねこうちょっとゲーム重たいゲームとか特にベンチマークとかしちゃうとファンはグワーッというふうに回ります。私ねこちらの方の MacBook Pro もね使ってるんですけれども、1世代前の2020年版かな、2019年末版ですかね、でいいのかな、MacBook Pro を使ってるんですけれども、同じくねやっぱりねファンはうなるんですよね。やっぱりどうしてもね冷やさなきゃいけないっていうふうなことを考えると、これだけ薄型に作ってますからね、それなりにファンは回るんでこれしょうがないのかなっていうふうに思うんですけれども、いやそれにしてもねベンチマークがねすごいなと、こんだけ出るんだなっていうね、ここらぐらいまで出てればもうね長いこと使うことができるんじゃないかなというふうに安心できるかなというふうに思います。はい、ということでですね、もしねこの飯山さんなんですね、元々の筐体は飯山さんの筐体ですけども、パソコン工房さんでね新しいニューモデルですね、どうしようかな旧モデルはもう売ってないんでね、ニューモデル買わなきゃいけないんですけど、ちょっとね値段もちょっと上がってはいるんですよ、上がってはいるんですけども、このスペックならねこれ買いでいいんじゃないかなとね。もちろんね仕事で使う分にも全然問題ないと思います。 むしろねちょっとねオーバースペックな部分もあるかもしれません。はい、あとはズームなんかに使いたいとか、自宅でねちょっとパソコン使いたいとかっていう風になった場合でもね、ただ安いのを使ってねこう使用用途が制限されるようなパソコンを買うのであれば、今後ねいろんなものにも使っていけるっていう風にして考えると、やっぱりね、いいもん買っていいんじゃないかなという風に思います。特に Windows パソコンはねいいもん買った方がねいいと思いますよ。パソコンはどうしても Windows はねどうしてもねいろいろソフトの兼ね合いとかもあってね、ちょっとね安いものを買うとねほんとすぐに重たくなって全然なんか動かないなみたいなね状態になっちゃう場合が多いので、まあということもあって私もねメイン機は Mac にしてるっていう部分もあるんですけれども、まあなんつってもねこんなに性能が高いのに軽い小さい
今までのノートパソコンではちょっと考えられないようなぐらいの小ささ、もう本当にコンパクトさっていうのがあるので、ぜひね、仕事で使いたい方とかでもですね、そろそろパソコン買い替えかなとかっていうふうに思ってた方もですね、ぜひね、末長くね、使えるパソコンっていうふうな意味合いでいけば、パソコン工房さんの最新機種ですね、もう頼んでね、1週間ぐらい、で届きました。ちょっとな、2週間ぐらいかかるかもなんてこと言われてたんですけども、今ちょうどね出てきたばっかりだかってもあるのか、在庫がいっぱいあるのかですけども、早めに届きましたので、ぜひこちらの方ですね、もし気になってる方がいらっしゃったらですね、ぜひね迷わず買いというふうな感じなんじゃないかなというふうに思いました。はい。でね、ベンチマークね、ファイナルファンタジーの14をでベンチマークしてみました。いろんなベンチマークはあるんですけれども、今回ファイナルファンタジー使った理由っていうのはですね、ちょうどゴールデンウィーク前でですね、まあ、仕事をね家に持ち帰ったりとかですね、いわゆる会社に行けずね、自宅で仕事しなきゃいけなくなったとかっていうふうなことっていうのがある方皆さん多いと思うんですけれども、まあ仕事ばかりじゃなくて、ちょっとねゴールデンウィークね、ちょっと長い時間使って、まあちょっとね、まあゲームなんかもやってみたいなーなんていうふうに思ってる方、今まさにチャンスなので、ぜひねこれご紹介したかったんですけれども、今ね今度ね、ちょっと下の方にもここにもサイト出しておきますけれども、ファイナルファンタジー14ですね、なんとですねスターターパックが14円なんですよ。ファイナルファンタジー14にかけてなのかどうか、かけてなんだと思うんですけど、14円になってるんですよ。普通だと2000円何がしぐらいかかる、2500円ぐらいかかるのかな、なんですけども、もう、もう本当に無料レベルに安くなってるので、ね、それでいてね、これでは、このパソコンだと抜群に早く、抜群に、もう快適に動くというふうなね、状態でいけばですね、ちょっとね、オンラインゲームってちょっとね、まあ手出したいなと思ってても、もう昔の気持ちでね、ちょっとね手出したいなと思ってても、仕事してるとね、なかなかちょっとね長い時間もかけられないしなとかっていうふうに思ってる方、こうやってね引き込まらなければいけない時期だからこそ、ぜひね一度始めてみていただくきっかけにしていただければなというふうに思って、私もねポチっておきました。14円でねポチっておきましたけどね、これもねちょっとねやってみたいなとね、私がやらなくなったら、まあ、娘のアカウントにできたりとかするのかな、ちょっとわからないですけれども、ちょっと私もね時間見てね、オンラインゲーム手出してみたいなというふうに思っております。やってみたいと思ってたんですけど、仕事が忙しくてなかなかねやる時間がないっていうふうに思ってたんですけども、まあ、ゴールデンウィークだからね、まとまった休みがある方ね、ぜひねいいパソコン手に入れて、いいゲームを、いいオンラインゲームをですね、まあ長い時間楽しんでみるなんていうのもね、一つのね、まあおこもり対策になるんじゃないかなというふうに思いましたので、ぜひ紹介させていただければというふうに思いました。まあただですね、ファイナルファンタジー14ですね、まあ最初その14円で遊べるんですよ。で遊べる期間がね30日間なんですね。30日間限定というふうな形になっておりまして、それ以上やるってなった場合には月額でお金の方がかかっていきます。これだけ注意が必要になると思います。ただね30日間、それもまあ30日間ずっとではないにしても、ゴールデンウィーク前後も含めてね、長い休みのある方はですね、本当にぎっちり本当に最初からぎっちり遊んでいったらですね、結構なねボリューム遊べるんじゃないかと思いますので、そのままハマったらね、月額制でお金を払っていくのもいいと思いますし、まあそこまでで終わりでいいかなっていうふうに思う方でも、まあなんといっても14円ですからね、ぜひチャレンジしてみていただければというふうに思います。はい。ということで、私はね娘の、パソコンの設定なんでね、こっからねちょっとね学校で使うようなソフトを入れてみたりとかですね、いろいろソフトを入れてみたりとかですね、ちょっとしていきたいなというふうに思っておりますので、もしねパソコン関係に興味ある方、こんなの動いたとか、このベンチマークどのぐらいですかとかっていうのね、あったらぜひね、リンクの方、概要欄で、コメント、
コメントもらえれば、はい、娘のパソコンなんで OK もらえたらですね、入れてみてベンチマーク測ってみたいと思いますので、コメントいただいたりとかですね。でもしよろしければね、チャンネル登録していただけるとお付き合いで構いませんので、チャンネル登録していただければ非常に嬉しいです。よろしくお願いいたします。はい、ということでまた別の動画でお会いしましょう。それでは。